名古屋港、ポートビルと、花火会の日名古屋港祭りは、愛知県名古屋市港区の名古屋港、名古屋港、ガーデン不当一帯で行われる夏祭りである。毎年7月第3月曜日の海の日に開催される。ただし、2007年に限っては、海の日ではなく、第3土曜日に、名古屋港、開港100周年記念として開催された。 2016年度は7月18日に開催された。1946年に戦後の復興祭、名古屋港の発展を記念して始まったもので、フィナーレを飾る花火大会も1948年からの歴史を誇っている。2016年で開催70回目を迎えたメインイベントは花火大会である。その他にも地元町内会や 子供会による屋形船の形をした大きな出しやみこしなど太鼓や総踊りも夏の祭りを彩っている。大阪、岸和田祭りをイメージしたと言われる出しの屋根の部分に若頭が上り太鼓を叩く高六町内会や太鼓と鐘を鳴らしながら派手に盛り上げる二号地政部町内会など港祭りのもう一つの目玉として毎年活動している。 2020年は2020年東京オリンピック及び2020年東京パラリンピックの開催期間と重なるため、当初は9月20日に日程を変更して実施する予定だったが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止となった。ありがとうございます。